さあさあ皆様方、改めまして大きな拍手でこんにちは。ありがとうございます。拙者名古屋おもてなし武将隊陣笠隊の助けにござります。武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞の時にござります。本日から二の丸広場にて名古屋城金社地点が開幕いたし、そしてご覧のように桜も咲き始めております。絶好の演舞日和でございます。故に我らの演舞も存分に楽しんでいっていただきたいと思っております。そして皆様方にはただ見ていただくだけではなく、ぜひとも我らと一緒に勝ちどきを挙げていただきたいのでございます。勝ち時と申しますのは戦勝祈願でございまする。武将様方のえいえいの声に続き、あと右手の拳を上げてくださりませ。現所の事情により声を出すことは叶いませぬが、ぜひとも右手の拳と皆様のお気持ちを我らの方へと飛ばしてくださりませ。よろしくお願いいたしまする。全部見えておりますからな。一番後ろの方々も思いっきり拳を上げてくださいぞ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。我らの演舞、最後の最後まで存分にお楽しみくださいませ。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし物の風習団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。皆の者、またそのわしが名古屋城築業者徳川家康。よし、わしが誰だかわかるかね。御三の霧にこの笑顔、負け戦なんぞありません。何でも心持ち次第だがね。わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、理想を持ち信念に生きよう。一心に生きてこそその生涯は光を放つ。我が名は第六天王織田信長でおる。我ら名古屋おもてなし武将隊、いざ参る。はあ、誰も考えることもなかった天下分、それがわしの夢じゃった。どうさる。はっ、さようでございます。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃなあ家康殿。さようにござる。天の縁、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて太平で落とす。これにならしゅ、今の時代はどうじゃ。結構この時代もその精神は続いておる。ですが今もまさに戦国太平以内のこの苦しきを皆よう戦っておると聞いております。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。はっ、長篠の戦いにございます。で、あるか。しかとその目に焼き付け。
1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千と武田軍1万5千とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、豊臣秀吉の巻。さる、はっ、再びの武田を抑え込む働き、あっぱれである。大いに預かり、ありがたき幸せ。退却する武田の殲滅もお前に任せる。はっ、ですが敵の数はもはや半分以下、戦意も失われております。であるか。あんなふぬけども放っておいても害はありますまい。さる、はっ、橋場秀吉、武田軍の殲滅に参ります。である。夏、夏け、すぐに出陣するぞ。はっ、よろしいのですか。何のじゃ、退却する敵に追い打ちをかけるなど。それが戦じゃ。それにわしが関わったとて、義家とは家康殿がやらねばならぬ。それにわしは出世が好きだでな、功を立てればそれだけ地位も上がる。地位のために人を殺めるのですか。夏、きついこと言ってくれるな。失礼いたしました。いや、夏の言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城や様々な分野にてその才を発揮なさっておられます。これからもそのようなことで功を立てればよいのではないでしょうか。戦仕事は皆同じじゃ。城を建てても後方で戦の準備をしても、結果として人の命を奪うことになる。直接この手を血に染めることと何も変わりはないがね。おつろうございますが、それでもなぜ戦に出るか分かるか。分かりません。私も人を生かすためじゃ。信長様は時に小無体なことをおっしゃる。じゃがそれは戦の内容を作るための一番の近道だがね。早う戦の内容を作って、農民が米作りに集中できるようにせんといかんでな。わしはこの手を汚したこと一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔しちゃいかんだね。戦に出る我らがずっと先の広元のことを考えないか。わしらが頑張ればこの先に住む広元の民は笑えるんだがね。ええな。はっ、参るぞ。足場秀吉、気をもって武田軍を殲滅いたす。はぁ、名古屋城へようつどった我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえりし以上、皆に寄り添うて生きていきたいと考え、それこそが天南演武の心じゃ。共に手を取り生きてまいる。太平の世が平易に続かんことをここに祈る。いらなほど開けるでないぞ。勝利の参りましょう。勝ち抜きをあげよう。はっ、名古屋とここに集まりし南屋の明るい未来を願って勝ち抜きじゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおあらため、日の日の者たちを入れよ。この者たちにも大きな拍手じゃ。さて、尾張国名古屋の出身太閤豊臣秀吉殿、うん、多くの者たちが集い申したいかがでござろうか。いや、これで集まってくれた誠に、こう昨今な、こういった情勢も踏まえてあまりこんなに集まることなかったんじゃけども、いや集まるっちゅうのはええな。本日今日た金のシャチホコ無病息災を願う神がこの名古屋城の天守の頂から舞い降りた日でもあるわけなんじゃな、うん、
金のシャチホコを身に巻いたというもの、手を挙げてみよう。さようか、いやいや、金のシャチホコではない。名古屋おもてなし部長代表に徳川家康と服部半蔵忍者団見てきたよ。見に来たというもの、手を挙げてみ。ああ、金の、おお、おお、上申した織田信長、あげてもらう、やめてくださいね。皆さんには今日初めて知ったというものもありましょう。あ、綺麗でございますか。綺麗でございますか。伸びの者たち、顔は覚えたじゃろ、やれ。どうだろう、一番怖い。冗談になら、冗談にならん。さあ、信長の多くの者たちが健やかにこのように顔を見せ申した。お、嬉しゅうございますの。そうじゃな、ちなみにだが、お、金のシャチホコを城に用いたはわしの安土が一番最初だから。信長殿が、わしがいなければ金のシャチホコは今も見れないからな。感謝しておけ。いや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 、はい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 、ありがとうさーん、切腹。何言うてもいやいや、信長殿、その後信長殿の意志を継ぎ、金のシャチホコを信長殿よりも一回り大きい形で掲げたのが大阪城の太閤豊臣秀吉との。すっ、いやいやいや、やはり象徴というのは大きい方が良いではございませんが、親方様のより大きくしようと思ったわけではございません。たまたま大きくなってしまった。たまたま大きくなった。すっ、ああ、食べちゃった。切腹いたします。いや、やめてください。後でやれ。後で、皆の前ではなく。ゆっくり。ゆっくり。見ててやるから。わあ、まことでございますか。光栄でございます。しかし、目の前に金シャチが来て、それより大きかったというものも多いじゃろうな。さようでございますの。わし側がこのように手を広げたよりもの大きなものなんじゃな。これは我らの身の丈よりもずっと大きい。その大きさというのはな、願いの大きさでもある。子子孫孫に繁栄するように、そして無病息災を願うというものじゃ。もともとは金のシャチホコ、シャチというものは、あの顔が虎で体が魚の海に住まう水よけの神さんじゃな。故に南々知らんかもしれんが、異国からやってまいった海外の神様なんじゃな。全世界が健やかに過ごせるようにという願いを込めてこの地に降り立ったがゆえにな、日の本だけではなく全世界仲良くしてまいりたい、そんな願いも込められ申した。それが始まったのは信長殿から、受け継がれし秀吉殿、そしてわし徳川家康がこのように金のシャチホコを掲げたということで、金のシャチホコの始まりもこの三英傑であったという話でございますの、織田信長殿。そうじゃな、うん、そして金シャチだけにあらず、名古屋城にはいつでも我ら名古屋おもてなし武将隊がおる。我らが中央にて陣形を組むがゆえに、主らはからくり機で我らの姿を収め、全世界に無病息災を願い、拡散とともに主らのからくりの画面に据え置くがよい。それでは我らが陣形を組む正面からと天前はっ、映像写真撮影開始じゃ。参りまする。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。はい、さあ、こちらが参り、参りまする。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。はい、さあ、こちらが参り、参りまする。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。はい、では、では忍びの者たち、この後の動きはどのような任務じゃ。この後は城内にて12時までおもてなしいたしまする。城内にて12時までもてなす。そうじゃ、忍びの者たち、前へ。忍者隊、会議によった3、我ら名古屋おもてなし部署隊も同じく、この後12時までおもてなし出陣と相談、存分に名古屋城楽しんでまいれ。また会おう。さらばじゃ。
は侍忍者賞へとお越しいただきまして誠にありがとうございました。11時の会はこれにてしまいと相なりまする。この後も名古屋城内ゆるりとご覧いただきたいのですが、まずこの場を離れられます前に手荷物お手回り品ご確認くださりませ。何か忘れ物をしておらんか、落とし物をしておらんか、しっかりと確認しておいてくださりませ。気を抜いてしまいます。あ、桜咲いとるな、あ、金酒中にとるなってなると、こう気がそぞろになりまして、手の周りのものを置いていってしまったりいたしますので、皆様しっかりと確認をしてから名古屋城内、そして名古屋の観光を存分にお楽しみくださりませ。それではこれにてご無礼いたしまする。ありがとうございます。